コロンビア川コロンビア川はカナダのブリティッシュコロンビア州を呼びアメリカ合衆国太平洋岸北西部を流れる川であるブリティッシュコロンビア州のカナディアンロッキーに源を発するそこからアメリカワシントン州を流れポートランドにて支流のウィラメット川を合わせオレゴン州のアストリアにて太平洋に注ぐ最後の4 8 0キロメートルは ワシントン州とオレゴン州の境界となっている。コロンビア川には、ボンネビルダム、グランドクリーダムなどの水力発電用のダムがある。マンハッタン計画以来半世紀間創業した、ハンフォードサイトのプルトニウム生産炉による、放射能汚染が深刻な問題となっている。コロンビア川の 2000km に及ぶ旅路は、ブリティッシュコロンビア州内のロッキー。 山脈トレンチ南部から始まる。コロンビア湖と周辺のコロンビア湿原が川の水源となっている。トレンチはカナディアンロッキーとコロンビア山脈の間にある幅広くて深く長く伸びた氷色谷であり、川の最上流部はこのトレンチを北西方向へ 320km も流れていく。流域にはウィンダミア湖やインバーアミアの町があり、この地域は ブリティッシュコロンビア州内でコロンビアバレーと呼ばれている。川はさらに北西へ向かい、ゴールデンの横を通り、金バスケット湖へ流れ込む。湖を出た川はセルカーク山脈の北端を回り込んで鋭く、南に向きを変え、この地域でビッグベンドカントリーと呼ばれている区域に入って、レベルストーク湖とアロー湖を抜けていく。ここまでのレベルストークとビッグベンド、 コロンビアバレーを合わせた地域を州内ではコロンビアカントリーと呼んでいる。アローコの下流でコロンビア側はキャッスル側の市街とトレイルというクートニー地域西部における2カ所の大きな都市部を抜けていく。カナダイコール米国国境の3キロメートル北でペンドーレール側と合流する。コロンビア側のリューロワシントン州東部に入りコロンビア側は スポケーン川の合流部で南から西へと向きを変える。川はコルビルインディアン居留地の南源と東源となっており、またスポケーンインディアン居留地の西源ともなっている。丘の岩側と合流した後で川は南に向きを変え、州の中央部ではナッチー川との合流後南東に向かう。この C の字を描く流路の区間もビッグ。 ベンドと呼ばれている。1万年から1万5000年前にかけて繰り返し、発生した、水浦洪水により大量の水流が直接南へ流れ、グランドクーリーと呼ばれる、古代の川床を形成した。洪水期が終わると、川は、現在の流れとなり、グランドクーリーは乾燥していった。20世紀中央にグランドクーリーダムが建設され、 ルーズベルト湖が誕生した。また近くの枯れ谷に湖水が汲み出され、バンクス湖という人造湖が作られたその後、川は、渓谷遠形劇場の横を流れ、プリースとラピッズダムを通り抜けて、そしてハンフォードを各保留地に至る。保留地内全体は、ハンフォードリーチといい、アメリカ国内で、唯一完全にダムによる制御や川口の調積などの影響を受けることなく、 川が全く自由に流れている区間である。トリシティズ都市圏でスネーク川とヤキマ川と合流した後、後コロンビア川はワシントンオレゴン宗教となり、急なく局部を西へ流れていく。川は河口に至るまで 497km に渡る宗教を確定している。コロンビア川峡谷。ビーコンロックのある東側を向いている。 オレゴン州のザダルズ近郊でデシューツ川と合流する。ザダルズとポートランドの間でコロンビア川はカスケード山脈を横断し、雄大なコロンビア川峡谷を形作る。渓谷はその強く安定した風と風景美、そして重要な輸送ルートの役割で知られている。コロンビア川の他にカスケード山脈を横断する河川はクラマス川とピット川のみであり、 それ以外の河川は山脈内やその直近に水源を有するか山脈に平行に流れている。西へ流れてきた川はポートランドとバンクーバー近郊でウィラメット川と合流するところで急に向きを北北西へ変える。ここで川の流れは比較的緩やかとなり川底の堆積が進みやがては三角州を形成するようになる。ロングビュー近郊で カウリッツ川と合流した後、川は再び西へと流れていく。やがて、コロンビア川は、オレゴン州アストリアの西で、位置と形状を常に変え続け川口域の航行きの高校を、世界でも、有数の危険なものとしている、コロンビアサスを越えて、太平洋に注ぎ込む。川口周辺の危険性と多くの難破船の存在が、この水域に、船の墓場という悪名を与えている。 コロンビア川の流域面積は67万平方キロメートルに達する。この流域は、アイダホ州のほぼ全域、ブリティッシュコロンビア州、オレゴン州、ワシントン州の広い範囲、モンタナ州では、大陸分水海の西側全体、そしてワイオミング州とユタ州、ネバダ州の一部にまで及び、その総面積は、フランス一国に匹敵する。流路のうち1200キロメートルが、 また、流域のうち85%がアメリカ国内にある。川の全長は全米で12番目、流域も6番目の広さとなる。カナダ国内では、流路延長は8 0 1トルで、国内23位、流域面積は10万3000平方キロメートルで13位となる。コロンビアという名称は、ブリティッシュコロンビア州のように、 様々な地形や水域に対して流用されている。コロンビア川の河口における平均流量は毎秒約7500立方メートルもあり、北アメリカ大陸から太平洋に流入する河川の中では最大でアメリカ国内でも4番目に当たる。アメリカ合衆国イコールカナダ国境における平均流量は毎秒2800立方メートルで、 その地点での流域面積は10万3000平方キロメートルあり、全域の15%に相当する。コロンビア川で過去に計測された最大流量はダムが建設される以前の1894年6月にザダルズで記録された毎秒3万5000立方メートルである。ザダルズで記録された最小流量は 1968年4月16日の毎秒340立方メートルで45キロメートル上流に建設されたジョンデイダムの貯水が開始された時だった。ザ・ダルズは川口から約310キロメートル離れており、この地点より上流の流域面積は61万平方キロメートルで全域のおおむね91%に相当する。コロンビア川の流量は、 上流にある数多くの貯水施設、灌漑用設備、そして、下流部においては、太平洋の潮汐の影響を受ける。は、6カ所の潮位計で水位を観測し、ノースジェッティの入り口からボンネビルダムの基部までの間の22カ所で、水位予測を行っている。ドラムヘラーチャネルズ国立自然ランドマーク、水浦洪水により形成されたチャネルドースキャブランドの一部、 プレートテクトニクスにより、パンゲア大陸が分裂し、北、アメリカがヨーロッパとアフリカから引き離され、パンサラッサ太陽へと押し出されていた当時、太平洋岸北西部は、大陸の一部ではなかった。北アメリカ大陸が西へ移動するにつれ、ファラロンプレートが、生端の下へ沈み込みき、おおむね1億5000万年前から9000万年前に、かけて、プレート上の塔庫が移動して、 北アメリカ大陸と一体化し、太平洋岸北西部を形成した。コロンビア盆地の大枠が定まったのは6000万年前から4000万年前にかけての時期で、当初は巨大な内海に沈んでいたが、徐々に隆起していく。4000万年前から2000万年前の主神夜と中心夜にかけては、大規模な噴火活動が頻発し、 コロンビア川が流下する地域の景観を大きく変えていった。コロンビア川の元となった川の下流部は、後にフッド山が噴火し誕生する場所にあった谷筋を通過しており、その侵食による堆積物と火山噴火がオレゴン州北西部のバーノーニア近郊にある北部オレゴン海岸山脈東側の丘陵地帯の基盤となる。 厚さ3キロメートル以上の三角州を形成した。1700万年前から600万年前にかけて、大規模な洪水源部岩の噴出が、コロンビア川大地を覆い尽くし、コロンビア川下流は、現在の流れになった。カスケード山脈の流起は、更新予初期に始まった。コロンビア川は流起する山脈を侵食していき、コロンビア川峡谷を形作っていった。 川とその流域は最終表記の終わりにかけて生じた世界最大級の破滅的洪水を複数回経験している。水浦氷河湖の周期的なアイスダムの決壊は水浦洪水を引き起こし世界全体の河川の総流量の10倍に及ぶ膨大な水が数千の間に何十回となく溢れ出た。正確な洪水の発生回数は不明であるが 地質学者は少なくとも40回発生した裏付けを得ている。痕跡からは、洪水が19000年前から13000年前にかけて起きていたことがわかっている。ワシントン州ドッグさんから見たコロンビア川峡谷のパノラマ洪水は、ワシントン州東部を洗い流し、チャネルドスキャブランドを形成した。ここは、峡谷上の川床や、 玄武岩の上に積もった深い氷土を鋭くえぐり通り、盲状に入り組んだ谷筋であるクーリーが、複雑に組み合わさった地形である。無秩序なスキャブランドの上には、肥沃な土地に満ちた頂上が平坦なビュートが数多く、ある。数カ所の境愛部で一水が滞留し、ルイスコ島の一過性の湖を作り出した遺跡物を後に残した。水深は、 ワルーラ・ギャップで380メートル、ボンネビル・ダムで250メートル、オレゴン州ポートランドで120メートル以上と見積もられている。クインシーやオセロ、パスコ・ボンチまで洪水が届くと流れは幅が広がって遅くなり堆積物が滞留した。周期的に発生する洪水はコロンビア川大地の低地部に大量の堆積物を残し21世紀の農家は ウィラメット渓谷で、モンタナの肥沃な土と、ワシントンのパルースの粘土からなる畑を耕している。過去数千年にわたって、コロンビア川峡谷の北斜面で大規模な地滑りが、幾度も生じており、テーブルマウンテンや、グリーンリーフ山の南斜面から大量の土砂が、現在のボンネビルダム付近に崩落した。一連の崩落の中で最後かつ重要視されているのが、ボンネビル地滑りで、 延長5 6トルにわたって川を埋め巨大な土砂ダムを形成した。研究の結果、ボンネビル地滑りは1060年から1760年の間に起きたと見積もられている。今に残る岩節は複数回の地滑りにより生じたとした見方が比較的最近出ており、その長大な範囲を説明づけている。発生時期の見積もりのうち、 後期の方が正しければ、1700年のカスケード地震との関連が示唆される。ボンネビル地滑りによる岩屑の堆積は川をせき止め、最終的に堆積物を洗い流した。川が障害を除去するまでどのくらいの期間がかかったか判明していないが、数ヶ月から数年は必要だったと見積もられている。地滑りの大量の岩屑は残存し、川は流浪。 約2 4トル南へ移し、その場はカスケード急流となった。1938年、ボンネビルダムの建設により急流は姿を消し、その工事で発見されたうめ木から地滑りの発生時期の推定が改善された。1980年にはし、大量の土砂がコロンビア川下流に堆積して一時的に加工水路の 水深が7.9メートルまで浅くなった。ネズパース族のジョゼフ州長。人類がコロンビア川流域に居住し始めたのは1万5000年以上前で、鮭の漁獲をベースとした定住生活への移行はおよそ3000年前へと考えられている。1962年、ワシントン州東部のパルース川とスネーク川の 合流点近くのマームズ岩ワカ遺跡で、考古学者が人類が活動していた痕跡を発見し、その時期は1万1230年前まで遡るものだった。1996年には、ワシントン州、ケニュウィック近郊で、9000年前の有史以前の人骨が見つかっている。この発見は、北、アメリカに人類が到来した時期をめぐる。 科学界の議論を再燃させ、さらに、科学界とアメリカ先住民の間で、その人骨を所持しあるいは研究する資格をどちらが、有しているのかについて論争が勃発した。多くの異なるアメリカ先住民とファーストネーションが、コロンビア側周辺で伝統と継続した、存在感を有している。カナダ・アメリカ合衆国国境の南では、コルビル族やスポケーン族、 クーダレン族、ヤカマ族、ネズパース族、カイユース族、パルース族、ユーマティラ族、コーリッツ族、ウォームスプリングス部族連合が合衆国内の流域に居住している。スネーク川上流部サーモン川の流域には、諸小二族やバンノック族がいる。カナダ川の下流域には、シナイクスト族あるいは湖の民と呼ばれる人々が住んでいて、上流部には、 セクウェップム族がおり、彼らは、ロッキーさんが宮区より、東の流域全体を自分たちのテリトリーと、みなしている。コロンビア盆地のカナダ側の領域は、クーテネイ族のカナダ側の氏族、クトゥーナー派族の伝統的なホームランドである。チヌーク族は、現在連邦政府から認定を受けていないが、コロンビア川下流域に居住しており、チヌーク語でウィマールと呼んでおり、 そして現在ワシントン州内の中流域に居住する、シャハプティン語を話す人々は、NCHI ワナと呼んでいる。カナダ国内の上流域にあるアローコ周辺域に住む、シナイクスと族は、川の名を、スワネットッククフと言っている。この三つの言葉はすべて本質的に同じで、大きな川という意味である。区伝は、現在オレゴン州イコールワシントン宗教となっている。 コロンビア側峡谷の両岸を結ぶり、今日、神々の橋の誕生と崩壊を物語る。この橋は、地質学的資料から、ボンネビルジス滑りが対応すると見られているが、複数の伝説の中で、セントヘレンズさんの女神の長愛をめぐるアダムズ、山の神とフッド山の神との争いの結果生じたと、語られている。 この橋について、アメリカ先住民のそれぞれの部族が伝える物語は、細部で異なっているが、川の北側と南側の部族間の交流を促進したことは、共通している。もともとは、スペイン領ニューメキシコで飼育され始めた馬は、従来の部族間交易ルートを通して広まっていき、1700年頃には、スネーク川平原の諸小二族の手元に届いている。 ネズパース族やカイユース族、フラットヘッド族が最初に馬を取得したのは1730年頃である。馬の到来とともに馬術や調教技術などの大平原地帯の文化が流入し、機動性や狩猟の効率、交易範囲の拡大、馬と戦争とが富と名声に結びついたことによる闘争の激化に加え大規模で強大な部族連合の流星が生じた。 ネズパース族とカユース族は大規模な馬群を維持し、毎年大平原へ長距離遠征を行って、バイソンを狩猟し続け、大平原文化を大きく取り入れていくこととなった。そして、こういった部族を通して、コロンビア側流域に、馬と大平原文化が広まっていった。他の部族における馬と大平原文化の浸透程度は、様々だった。ヤカマ族や、ユーマテラ族、 パルース族、スポケーン族、クーダレン族は、かなり大規模なバグを維持し、大平原文化の特徴を一部取り入れているが、業業関連経済の重要性は変わらなかった。モララ族とクリキタット族、ウェナチー族、オカナガン族、シンカイユース族といったあまり影響を受けなかった。部族は、小規模なバグを確保しただけで、ほとんど、大平原文化の影響を受け入れなかった。 全く影響を受けることなく、止まった部族も複数あり、サンポイル族やネスペレム族は漁業を中心とした文化を保ち続けた。18世紀から19世紀にかけて、この地域の先住民族は幾度となく様々な場所で違法人と遭遇することとなった。ヨーロッパ人とアメリカ植民地からの船舶が18世紀末には、 川口周辺の沿岸地域へ探検に訪れ、現地の部族と交易を行った。この関わりが先住民に大打撃を与えたことは間違いない。天然痘が流行し、人口の激減が生じたのだ。カナダの探検家、アレグザンダー・マッケンジーは1793年に、現在ブリティッシュ・コロンビア州内陸部と呼ばれる地域を横断した。 1805年から1807年にかけて、ルイス・クラーク探検隊が、クリアウォーター側とスネーク側に沿って、オレゴンカントリーに到来し、多くの部族の小規模な集落を訪れた。彼らの記録には訪問者からちょっとした用品を、かすめ取ることを恥とも思わない、もてなしの良い商人の話が残されている。また彼らは、 沿岸地域の部族との交易で入手した真鍮の夜間や英国製のマスケット銃などといった工芸品を記録している。西洋人との遭遇の初期時点では、コロンビア川の中流域から下流域の先住民は集落を形成せず、村というには小規模だが家族単位ではない集団の規模で居住していた。こういった集団は定住することなく酒を追い求めて、季節に応じて、 川沿いを上下と移動していた。1848年のホイットマン虐殺事件を皮切りに入植者と地域の先住民との間で多くの抗争が巻き起こった。後のインディアン戦争、特にヤキマ戦争の結果、先住民は大きく数を減らし多くの土地がその手を離れた。年を減るにつれコロンビア川における 先住民族の漁業権が、州や商業漁業、地主にとって問題視されるようになっていく。合衆国最高裁判所は1905年と1918年に漁業権の存在を支持する、画期的な判決を下しており、これは一般に、ボルト判決と呼ばれる、1974年の合衆国対ワシントン州の訴訟と同じ意義を持つ。 セリロダキの多模網漁漁業は地域の先住民文化の中心であり、生形手段と宗教的信仰の一部であった。先住民がコロンビア川で魚を取る主要な菓子が数カ所あり、そういった場所は公易所としても機能していた。ザダルズの東にあったセリロダキは異なる文化を持つグループが交易と交流を持つ重要な場所であり、 一万千年にもわたって、行業と交易に用いられていた。西洋人との遭遇以前、この周辺の14キロメートルにわたる流域にあった、村落の総人口は一万人を上回っていた、可能性がある。この場所には、遥か大平原からも交易者が訪れていた。コロンビア側峡国のカスケード急流と、ワシントン州東部のケトル滝とプリースト急流も、また、 漁業と交易の主要地点であった。先週時代のコロンビア川におけるサケとニジマスの漁獲量は年平均1000万から1600万匹と見積もられている。これに比べ1938年以降で最大漁獲量は1986年の320万匹である。先住民による年間漁獲量は19000トン程度と見積もられている。 最も重要かつ生産性の高い漁場はセリロ滝でおそらくは北米で最も漁獲港の大きい内陸の漁場だった。この滝はチヌーク語を話す部族とシャハプティン語を話す部族との端境にあり太平洋岸の高原地帯を横切る後半が交易ネットワークの中心を成していた。セリロは継続的に住民がいた北米大陸でも最古のコミュニティであった。 1866年に白人の入植者が鮭の缶詰工場の創業を開始したことにより、鮭の生息数が大きく減少した。そして、1908年にアメリカ合衆国大統領、セオドアルーズベルトは、鮭の訴状は25年前と比べると、ほんのわずかに過ぎない、と述べている20世紀を通じて、河川の開発が行われ、1938年の カスケード急流の水没を行使として、主要な魚場は次々とダム湖の底に沈んでいった。こういった開発は、先住民と合衆国政府機関との多方面にわたる交渉の結果成し遂げられていった。様々な部族からなるオームスプリングス部族連合は、1938年に、ボンネビルダムが完成し、カスケード急流が水没した後、 検証を採択し法人化した。とはいえ、1930年代には、未だに、魚の行動パターンに従い、季節を通じて川沿いに移動しながら生活する、先住民がいた。ヤカマ族が正式な政府を立ち上げたのは、比較的、遅く1944年だった。21世紀においても、 ヤカマ族やネズパース族、ユーマティラ族とオウォームスプリングス部族連合はすべて、コロンビア川とその支流における、漁業権を堅持している。1957年にザ、ザダルズダムの建設により、セリロだけが川底に消え、先住民の漁場コミュニティも失われた。ザダルズダムにより失われたセリロをはじめとする複数の、 魚場に対する保証として、関係部族は2680万ドルの和解金を受け取っている。ウォームスプリングス部族連合は、400万ドルに及ぶ和解金の一部をフッド山の南に位置するカニータリゾートの設立に費やした。マルトのマダキ、ジェームズ・ W ・オールデンが、 1857年数名の歴史家はヨーロッパ人が到達するはるか昔、紀元前219年には日本人あるいは中国人が北西海岸に漂着していたと信じている。彼らがコロンビア川川口周辺に上陸したかどうかは定かではない。ナンパ船から脱出したスペイン人が1679年に海岸にたどり着き、 クラットソップ族と取引した証拠が存在する。彼らが本当にコロンビア側を目にした最初のヨーロッパ人であったとしても本国へ何も報告は行っていない。18世紀には大西洋と太平洋を結ぶ北西航路の発見に強い関心が集まった。数多くの船舶がこの領域に押しかけ、特にスペイン籍とイギリス籍の船舶が ハドソン湾やミズーリ川へつながる長大河川を求めて北西海岸を探索した。コロンビア川の発見を最初に報告したヨーロッパ人はブルーノでヘセタで1775年に河口を目にしている。流れが強く人員不足もあって部下の進言に従い彼は川の探検に乗り出さなかった。彼は川口部を案とみなしエンセナダデアスンシオンと名付けている。 その後に制作されたスペインの地図には彼の報告に基づき川をリオデサンロケと記載したものがある。ヘセッタの報告を受けてイギリス人沿岸毛川交易業者のジョン・ミアーズ船長が1788年に川を捜索したものの最終的に存在しないと結論を下した。川が見つからなかったことに失望して彼はとある岬を ディスアポイントメント岬と名付けたが、実際のところ、そこが、河口の北端であった。次に起きた出来事は、それから数十年にわたるイギリスとアメリカのこの地域に、対する探検、領有権の主張において、協調と論争の基礎を形成した。イギリス海軍のジョージ・バンクーバー司令官は、1792年4月に、コロンビア川の河口に船を進め、 水色が変わるのを観測した。しかし彼は、ミアーズの報告を疑わず、そのまま北へ航海を続けた。その月末に、バンクーバーは、アメリカ人のロバート・グレー船長と、ファンデフカ海峡で遭遇した。グレーは、コロンビア川の入り口を見つけたが、9日間粘張った、ものの、侵入するには至らなかったと報告した。1792年5月12日、 グレーは南へ戻りコロンビアサスを横切り、初めて川の中に侵入し、探検を行った。グレーの毛川交易事業は、オレゴンのボストンの商人から融資を受けており、コロンビアレディビバという名の支優船を与えられており、彼は5月18日に、船の名にちなんで、川に命名した。グレイは、コロンビア川川口周辺で9日観光駅に従事、し、 それから上流に向かって2 1トル航行した。到達した最遠地点はグレーズ川の合流点であるグレーズ湾であった。グレーのコロンビア川発見は後にオレゴンカントリーの領有を主張するロシアやグレートブリテン王国、スペイン等の国々に対する合衆国の強みとなった。1792年10月、バンクーバーは 彼の副官であるウィリアム・ロバート・ブロートン大尉に川の訴状を命じた。ブロートンはコロンビア川強国の西端であるサンディ川の合流点までたどり着いた。川口から160キロメートル遡っており、その際にフッドさんを目にしてその名をつけている。ブロートンは公式に川とその流域、川口周辺の沿岸域をグレートブリテン王国領と宣言した。逆に、 グレーは合衆国を代表して公式な領有宣言を行っていない。コロンビア川、カスケード山脈、オレゴン1876年ビンセントコリア作、左側にビーコンロックが描かれている。ルイス・クラーク探検隊の成果に基づいた詳細な地図。ウィラメット川がマルトノア川、スネーク川がルイシーズ川と記載されている。コロンビア川は、 ミズーリ川の水源とほぼ同じ井戸にあるので、グレートバンクーバーは念願の北西航路を発見したのではないかと推測していた。1798年発行のイギリスの地図には、コロンビア川とミズーリ川の間を結ぶ点線が描かれている。しかし、アメリカ人探検家のメリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークが、アメリカ西部の広大な地図のない大地を遠征し、 1803年から1805年、その結果を地図に描いて2つの川の間に、通路は存在しないことを示した。ロッキー山脈を踏破した後、ルイスとクラークは、丸木船を作り、スネーク川を漕ぎ寄り、現在のワシントン州トリシティズ近くでコロンビア川に、たどり着いた。彼らは川を、数マイル遡り、ベートマン島までたどり着いた後、 川を下って行って、川口で遠征を終えクラットソップ砦を建設した。この砦は、短命で、3ヶ月しか持たなかった。北西会社に雇われていた、カナダ人の探検家、デイビッド・トンプソンは、1807年から1808年に、かけての冬を、コロンビア川原線近くの、現ブリティッシュコロンビア州インバーミアにあった。 クートネイハウスで過ごした。続く数年にわたって、彼は、川と北部流域の大半を探索し続けた。1811年に、彼は、コロンビア川を太平洋へと下っていって、ジョン・ジェイコブ・アスターの太平洋毛皮会社が、加工に設立したアストリアへたどり着いた。北からのキロにおいて、トンプソンはそれまで訪れていなかった区間を探索しており、 結果としてコロンビア川の本流を完全に踏破した最初のヨーロッパ系アメリカ人となった。1825年、ハドソン湾会社がコロンビア川の包みへコロンビアディストリクトにおける本部としてフォートバンクーバーを設立し、ロッキーサンがム役より西側全域を対象として運営を始めた。医師であったジョン・マクローリンがコロンビアディストリクトにおける 主任仲外人として派遣された。HBC はコロンビアディストリクトの運営をコロンビア側経由で太平洋へ向かうことに方針変更し、コロンビア側はこの地域の流通の主要ルートとなった。1840年代初頭にはアメリカ人がオレゴントレールを経由してオレゴンカントリーへの入植を開始し、HBC は 領域内のアメリカ人の居住地に対して妨害を仕掛けていったものの、その数は増え続けていった。入植者の多くはコロンビア川の下流を目指し、フォートバンクーバーへと旅していった。オレゴントレールにおいて、ザダルズからフォートバンクーバーにかけての最後の区間は、最も当てにならない道のりで、1846年には、迂回路となるバーロー道路が建設されることになった。 合衆国とイギリスの間で1818 18年条約が締結され、両国は10年間オレゴンカントリーにおいて同等の権利を享受することを合意した。1828年までに、いわゆる共同領有状態を無期限に継続すべく条約は更新され、その時点でコロンビア側カリが境界となる交参が高まった。何年もの間、ハドソン湾会社は、 コロンビア川の管理を成功裏に維持し続けており、足場を確保しようとするアメリカの試みを阻害し続けてきた。しかし1830年代になると、アメリカ人の宗教団体がコロンビア川下流域において、教会を数カ所で設立した。そして1840年代には大量のアメリカ人の入植者がイギリスの管理を崩し始めた。ハドソン湾会社は、 供給が激減していた毛川交易から、酒や材木などの品目の輸出に切り替えて、優位を維持すべく努力を重ねた。植民地化も試みられたが、アメリカ人居留地とうまく迎合できず失敗に終わった。アメリカ人は通常、コロンビア川の南に入植し、多くはウィラメット渓谷に今日構えた。ハドソン湾会社は、 川の北側に居住地を設立しようと試みたが、ほとんどのイギリス人入植者も南のウィラメット渓谷に移っていった。イギリス人入植者は渓谷からアメリカ人の影響力を薄めようと考えていたのだが、アメリカ人の入植者の圧倒的な人数が思惑通りには進ませなかった。こういった成り行きは共同領有の問題と境界線紛争を再燃させた。 一部のイギリス人は、特に、ハドソン湾会社は、コロンビア川を境界とすべく奮闘したが、1846年に、締結されたオレゴン条約により、境界は、北緯49度線と平行に引かれることになった。コロンビア川自体は合衆国のオレゴン巡州と、ワシントン巡州の境界となる。オレゴンは1859年に、 正式な州に昇格し、ワシントンは1889年に昇格した。20世紀に変わる頃には、コロンビア川における高校の困難さが、カスケード山脈東側のインランド、エンパイア地域における経済発展の障害とみなされてきていた。春節とその後行われたダムの建設により、川の姿を高級的に海自然の流れを途切れさせただけでなく、 加工性の向上に加え電力や灌溉などの利益を地域にもたらした。コロンビア川の河口はちょうどオレゴン州アストリアを過ぎたところになる。川を出入りする船は油断ならない。コロンビアサスの中を航行しなければならない。カスケード急流を航行する船尾会社汽船ッスロゴ。この急流はボンネビルダムの固定に沈み、今は失われている。 一箇所の伐採キャンプから切り出された一年分の丸太を運ぶためのベンソン式の巨大なイカダが川を下っている。アメリカ人のロバート・グレー船長と1792年に川を探索したイギリス人船長ジョージ・バンクーバーの活動によりコロンビア・サスは突破可能であることが明らかにされた。この功績を成し遂げるまでに幾度も繰り返された挫折の原因は 今日も健在である。現在の科学技術を駆使して加工に改良を加えても強力な潮流と移動するサスの存在が川と太平洋の狭間を危険な水域となしている。この川で蒸気船の運用を始めたのはイギリスで1836年にビーバー号を運航しており、 その後追いでアメリカ人が運行を始めたのは1850年だった。これにより流域で居住地が次々と設立され経済発展に結びついた。蒸気船は複数の区間に分かれて運行されていた。下流域では太平洋をカスケード急流セリロダーキスネーク川合流点、ワナッチー区域とワシントン州東部に至るまで区間を分けて運行されていた。 他に、ブリティッシュコロンビアのアローコ沿岸域やウィラメット川、スネーク川といった支流やクルテネーコ内でも航路が設けられていた。最初期は滝木を焚いて、動力としていた蒸気船は長年にわたって各領域で火客を運び続けた。この地域における初期の鉄道は、下流域で滝によって分断された航路を接続するために建設されている。 1880年代になると、オレゴン鉄道水運会社やシェーバー運輸といった企業が鉄道網を整備し、川沿いの主要輸送ルートを保管し始めた。早くとも1881年には、実業家の中にコロンビア川の自然な流路を改善し、航行能力の向上を求める声が上がっている。都市付きを要する河川改修には、川口部における、導流堤の建設。 春節、運河と拷門の建設などが視野に入ってくる。今日、海洋船舶は、ポートランドとバンクーバーまで遡上が可能で、橋家であればかなり内陸の間保守ルイストンまで、たどり着くことが可能だ。コロンビアサスが位置を変え続けていることが、川と太平洋間の航行を困難かつ危険にし、川の流れに、数多く存在する林も、航行の妨げとなっている。 ジェームズ・エギブスの1964年の著作パシフィック・グレーブ・ヤードには、コロンビア川口周辺に、数多くの難破船が存在することが記されている。導流堤が最初に設けられたのは1886年で、海に至る河口水路が拡張された。強い潮流と移動するサスのために、川に出入りする船舶への危険性は残存しており、導流堤の保守管理は、 欠かすことができない。1891年には、コロンビア川の河口水域を拡張するため浚節が実施された。太平洋からポートランド及びバンクーバーに至る、航路の水深は5.2メートルから7.6メートルまで掘り下げられている。コロンビアン市に掲載された記事では、早ければ1905年までに、航路の水深を12メートルまで掘り下げる。 必要性を称えていたが、それが実現するには1976年まで待たねばならなかった。カスケード公文軍及び運河が、カスケード急流で最初に建設されたのは1896年で、これにより、蒸気船が安全に、コロンビア側強国を航行できるようになった。セリロ滝を迂回する、セリロ運河が開通したのは1915年である。 20世紀中央には、複数のダムが建設されて、川に存在した、いくつもの林が、ダム湖の底に消えていった。大規模な公門群が設置され、船舶や橋家が容易にダムを越えて、航行を続けることができるようになされている。コロンビア川とスネーク川を経由して、アイダホ州ルイストンまで至る航路が完工したのは1975年であった。 水運を利用する主要産品の一つが小麦であり、ほとんどが輸出される。合衆国から輸出される小麦の40%以上が、コロンビア川を橋けで運ばれている。の際には、その周辺で泥流が頻発して、川に土砂が流れ込み、コロンビア川本流でも6トル以上の、区間において水深が7 6ルまで浅くなり、ポートランド経済に悪影響を与えた。 エッセイオンズ号、アメリカ陸軍工兵隊が有する1983年からコロンビア川で航路の春節作業に従事する3隻の船舶の一つ。航路を維持し改善する努力は現在も継続されている。1990年にはコロンビア川下流域でさらなる春節の可能性を検討する調査が新たに始まった。この計画は 経済的側面と環境維持の観点からスタート当初から論争の的となっている。1999年議会はポートランドからアストリアの間の航路を12メートルから13メートルまで掘り下げることを認可した。これにより大型のコンテナ船や穀物輸送船がポートランドとバンクーバーまで進入可能になる。しかしながら このプロジェクトは川床に沈殿している、有害物質を拡散して拡散させる恐れがあるとして反対に直面した。ポートランドを拠点とするニュイは陸軍工兵隊に対して訴訟を起こしたが2006年に第9巡回控訴裁判所において企画された。プロジェクトでは環境に対する影響を緩和する手段が講じられている。例えば、 陸軍工兵隊はプロジェクトによって悪影響を受ける湿地帯に対し12回にわたって回復措置を行う必要がある2006年初頭の段階で工兵隊は油圧機器用のオイルを190リットルもコロンビア側に流出してしまい環境保護団体からさらなる批判を招く羽目に陥ったプロジェクトの施行作業は2005年に開始され2010年に 完了した。総費用は1億5000万ドルに及んでいる。そのうち65%を連邦政府が拠出し、オレゴン州とワシントン州は、それぞれ2700万ドルを計上、他に6カ所の港湾がコストを負担している。ジョンデーダムの魚道。魚殺しと呼ばれることも多い。このダムと貯水池は、若いサケにとって川を下るにおいて、 最も死にやすい場所となっているコロンビア川に設けられたダム群が、このローイーナ山の上から見えるボンネビルダムとザ・ダルズ、ダムの間のように、川の様相を淀んだ貯水池の連なりに変えてしまった。コロンビア川の貯水池の一つ、金バスケット湖1902年に、アメリカ合衆国土地改良局が設立され、合衆国西部諸州の経済発展に関与を開始した。 手がけた主要事業の一つがワシントン州中央部におけるコロンビア盆地計画のために2400平方キロメートルに及ぶ灌溉能力を有するグランドクーリーダムの建設である。第二次世界大戦の勃発によりダム建設の主要目的は水力発電に切り替わった。灌溉施設の整備は戦後に回されている。 コロンビア川の開発は1909年に調印されたアメリカ合衆国カナダ間の境界水域国際条約に則っ,って行われている。連邦議会は1925年に河川港湾法を可決し、陸軍公兵隊と連邦動力委員会に対し国内河川開発について調査するよう求めた。この結果、関係機関は 水力電源開発に対して初めて公式な財務調査を実施することとなり様々な機関から提出された報告書は議会文書308として取りまとめられたこの文書とその後継続して提出された追加報告はまとめて第308報告書と呼ばれている1920年代末合衆国北西部の政治情勢は基本的に コロンビア川沿いに民間資本で水力発電用ダムの建設を奨励していた。しかし、1930年の共和党オレゴン州支部の予備選挙において知事候補者として圧勝したジョージ・ W ・ジョーゼフと彼の法律顧問で後に後継者となったジュリアス・メイヤーはダムの公的所有を進めるために強力な公的援助の存在を実証する必要を 理解していた。1933年に、アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトが、公共事業として、ボンネビルダムとグランドクーリーダムの建設を可能にする、法案に署名した。この法律の基礎には、オレゴン州選出のチャールズ・マクナリー上院議員と、ワシントン州のクラレンス・ディル上院議員、オレゴン州のチャールズ・マーティン下院議員が、とりわけ尽力していた。 1948年に洪水がコロンビア側流域を襲い、当時オレゴン州第2の都市であったバンポートを破壊したのをはじめとして、はるか北のブリティッシュコロンビア州トレールに至る多くの都市が被害を受けた。この洪水により19、1950年洪水調節法が連邦議会を通過し、連邦主導によるさらなるダムと、 洪水調節施設の建設が認可された。しかしながら、その時点で、地元コミュニティでは、連邦政府による水力発電計画に対する警戒心が高まっており、地元自治体は、新規開発事業に対する関与を求め、最終的に、ワシントン州グラント群内の公共事業管轄区が主体となって、プリースト急流にダムの建設が開始された。 1960年代にアメリカ合衆国とカナダは洪水調節と下流域の水力発電量の最大化を主眼とするコロンビア側条約に調印した。この条約においてカナダはダムの建設と貯水した水の供給について合衆国は下流域における発電量の増大分のうち半分を前もって5年分を見積もった上で カナダに配分することに合意されている。カナダは義務を履行するために3つのダムの建設に着手し、1973年に完工した。今日、コロンビア側本流には14のダムが設けられており、うち3つがカナダに、残る11が合衆国内にある。本流にある4つのダムとスネーク側下流部にある4つのダムには、肛門が設けられており、船舶や橋家が、 概要から、アイダホ州ストンまで航行可能である。水系全体では、水力発電及び灌溉用のダムが400機以上、設けられている。ダムが担う役割は様々であり、洪水調節や航行、流量調整、貯水及び給水、交流地及びインディアン保留地の埋め立て、水力発電などの用途がある。ディスリバーメイハブビンシェイプドバイゴッド。 オアグレーシャーズ、オアザ・レムナンツ・オブ・ザ・エンランド・シー。オア・グラビティ・オア、A ・コンビネーション・オブ・オール、バッドザ・アミ・コープス・オブ・エンジニアズ、コントロールズ・イット・ナウ、ザ・コロンビア・ライジーズ・アンド・フォールズ、ノット・バイザ・ディクテーツ・オブ・タイド・アレイン・フォール。バッドバイ、A ・コンピューター、アクティベーテットリガリー・アビトレーテッド、フェデラリー・アロケーテッド、スケジュールザット・チェンジズ・オンリー・ウェン・シグニフィカント、 リトゲーションイズコンクルー u d e d or, a united states senator near t イ e election イ i m e in ブルこの川は神もしくは氷河、あるいは内海の残死、それとも重力、またはそのすべての組み合わせから形作られているようだ。しかし、今はそのすべてを陸軍公兵隊が管理している。コロンビアの水面は上昇を四角をするが、 調赤や香水が原因というわけではなく、コンピュータによって駆動され、合法的に採定され、連邦政府によって定められたスケジュールに従っている。それが変更されるのは重要な訴訟が決心した時か、あるいは合衆国上院議員選挙の季節が訪れた時だけだ。その意味で、これは信頼できる。ティモシー・イーガンチョ、ザグッドレイン大規模な合衆国のダムは、 連邦政府が所有し運営しており、小型のダムは公共事業管轄区や民間の電力企業が運用している。連邦政府によって運用されている機構は連邦コロンビア側電力システムとして知られており、コロンビア側と支流に設けられた31のダムから構成されている。このシステムにより、冬季の電力需要を賄うため、季節に応じた。 流量変化に手が加えられた。20世紀初頭、コロンビア川の年間流量の75%が4月から9月にかけた夏季に流れていた。1980年には夏季の流量は約50%にまで落とされ季節変化は完全に消し去られた。ダムの設置により川の景観と生態系は劇的に変化した。かつて、 コロンビア川は世界でも有数の鮭の水揚げ量を誇る水系であった。コロンビア川峡谷東部の最も有名なセリロダキのようなかつて盛んに利用されていた魚場は全世紀の間に激減し、鮭の個体数も劇的に減少した。いくつかのダムには漁道が設けられており、産卵場所まで鮭の遡上を可能にしている。チーフジョゼフダムには漁道がなく、 コロンビア側水系の上流域への訴状を完全に塞いでいる。コロンビア側流域の主要ダム。色はダムの管理者を示す合衆国政府公益事業体衆自治体民間連邦と地改良局のコロンビア盆地。計画ではワシントン州中央部の肥沃な温土が広がるコロンビア盆地一帯の乾燥地域を対象としている。 複数の団体が競合する提案を出していたが、フランクリン D ・ルーズベルト大統領は1933年にコロンビア盆地計画を認可した。この計画の要はグランドクユリーダムであり、完成後にコロンビア川から水を汲み上げて、川をき切ったグランドクユリーに同水し、バンクスコを形成した。1935年には、 60から90メートルほどあったダムの計画庫が150メートルに増やされ、それによってダムことなる範囲がカナダ国境を越えることとなった。こうしてニューディール政策としては地方の小規模な計画だったものから重要な国家レベルの計画へと成長していった。この計画における当初の目的は考えであったが、 第二次世界大戦の勃発によりアルミニウム生産とハンフォードサイトにおける核兵器開発のために大きな電力需要が生じた。考えは1951年に開始されている。この計画によりワシントン州中央部の2700平方キロメートルに及ぶ肥沃であるが乾燥した大地に水が供給され、この地域を重要な農業地域に変貌させた。 主要作物は、果樹やジャガイモ、アルファルファ、ミント、大豆、天才、醸造用ブドウである。1750年以来、コロンビア流域は6回の複数年にわたる干ばつを経験している。19世紀中央に起きた最長の干ばつは12年に、及び川の水量は平年の20%まで低下した。科学者は同様な干ばつが発生すると、 コロンビア川に依存する地域で多大な被害が生じると懸念を表明している。1992年から1993年にかけて発生した小規模な干ばつにより農業や水力発電、洗濯、野生生物管理に影響が出ているワシントン州中央部の多くの農業関係者が 考えと作物に降りる下への対処を目的に園庭を建設している。ワシントン州刊協局は航空写真を用いた新技術を使用してこの地域に100カ所以上の包みが存在していることを確認しており、そのほとんどが違法である。そういった園庭のうち6機が近年崩壊し、農作物と行動に数十万ドルの被害を引き起こしている。 14箇所の農場が、このような包みの建設に最試行的な許可を取得している。ロールオン、コロンビア、ロールオン、ロールオン、コロンビア、ロールオン、You ワ r e Power Is Turning Our Darkness to Dawn, ロールオン、コロンビア、ロールオン、ボンヌビル電力事業団の依頼で書き起こされた、ウディガスリーのロールオンコロンビアのカシコロンビア川の、豊かな水量と、大きな平均勾配は、 水力発電に極めて適している。ちなみにミシシッピ川の平均勾配は 1km、あたり 12.3cm に過ぎない。コロンビア川単独で、全米の潜在水力発電量の3分の1を占める。150もの水力発電計画の中で、最大級のグランドクーリーダムとチーフジョゼフダムは、合衆国内で見ても、最大規模であり。 世界全体で見ても同様である。アルミニウムの原料となる防気サイトを生成する過程で大量の電力を必要とするアルミニウム産業が水力発電がもたらす安価な電気を求めてこの地域に根付いた。2000年までに合衆国北西部で生産されたアルミニウムは世界全体の17%合衆国内で40%に達する。 しかし21世紀初頭に実施された電力自由化と川の発電量を引き下げる干ばつが組み合わさり業界にダメージを与えた。2001年、コロンビア側周辺のアルミニウム業者はその生産設備の80%を休止し、2003年には合衆国の世界全体におけるアルミニウムの生産比率が15%まで低下し、 コロンビア側流域のアルミ製錬業者は多くが休業や廃業に追い込まれた。コロンビア側周辺では電力は比較的安価な状態を保っており近年はグーグル等のハイテク産業が低コストな電力を利用するためにサーバファームをこの地域へ移転させている。グランドクルーリーより下流では流量を維持し洪水調節や水力発電を確実にするために それぞれのダムの貯水池は、ボンネビル電力事業団と、陸軍工平隊、及び、ワシントン州内の様々な、ま、公共事業管轄区によって、緊密に統制されている。徐々に、水力発電事業の運営は、合衆国絶滅危惧手法と、酒などの魚類への影響を、最小限にするための運営管理に関する別の、協定が定める基準を満たすよう求められている。 また、環境保護や長業グループが、コロンビア側最大の支流である、スネーク側下流部の4つのダムを撤去するよう、活動している。1941年、BPA は、水力発電の利点を広報する、ドキュメンタリー映画のために、オクラホマ州のフォークシンガー、ウディ・ガスリーへ、歌曲の提供を依頼した。ガスリーはこの地域を旅した1月のうちに26曲を、 書き上げ、後に、地域の文化史において、重要な部分を占めることとなった。デシューツ川とコロンビア川の合流点の風景、コロンビア川には主要なものだけでも60以上の支流が存在し、直接、コロンビア川につながる支流の中でも特に大きな4つの川は、スネーク川、ウィラメット川、クートネー川、ペンドーレール川である。 これらの4つの川はいずれも平均水量が570立方メートル S 以上、排水地域の面積が52000平方キロメートル以上となっている。スネーク川はその中でも最大の支流である。流域面積の28万平方キロメートルは、間補修の面積をも上回る。この川とコロンビア川が合流する地点においては、両者の水量は、 ほぼ同等となっており、合流地点より上流の部分についてだけを見てみれば、長さ、流域面積ともにスネーク川がコロンビア川を上回っている。ペンドーレール水系はコロンビア川との合流地点においては、両者は同等の大きさとなっている。合流地点より上流部分について比較してみると、長さは同程度、 流域面積は4分の3、水量については3分の1強である。下流より記載。ありがとうございます。